やっほー、ゆいとチップだよ。今日はね、熱海に来ております。熱海って言っても熱海駅から3駅くらい離れたところにある網代っていう場所に今私たちは来ております。海だよ。そう、海の目の前のホテル、網代観光ホテルっていうところに泊まろうと思います。てか泊まりに来ました。チェックインしに行きましょう。レッツゴー。おめっちゃ旅館って感じ。綺麗。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。方がこちらで選びますので、好きな色で選んでください。ありがとうございます。何にしよう。うわ、すごい。こちらがトイレ。いいね。洗面所。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。チブちゃん。はい。あ、お菓子見つけ。どうチブ。旅館。くつろげる？そして私が選んだ浴衣はこれ、紫です。それではお着替えタイムスタート。じゃーん。着替えました。めちゃくちゃ昭和感漂う感じですね。盆踊りとかできそう。それではまあ、ご飯までちょっとゴロゴロ待ちたいと思います。じゃじゃーん、来ました。めちゃくちゃ美味しそうな魚介の晩ご飯セット。お鍋も、やばっ。それではいただきます。乾杯。うまっ。鍋はまだだね。あっつ、すごいね。花まで、葉っぱ付きの花だよ。初めて見た。甘っ。重きじゃん。うまっ。なんかつけずね。でんかな。醤油か。うん。うん。待って、辛っ。わさびめっちゃ入っちゃった。じゃじゃーん。サザエ。あ、やば。ちぎれる、ちぎれる。うぃー。黒いけど美味しいよね。いただきます。うわー、うん、うまシミ、うまっ。これ見て、マグロ。うん。うん。じゃんじゃじゃんじゃん。あ、かけすぎた。やっほー。僕は熱海の海にいたんだけどね、ちょっとさばかれちゃったの。ちゃんと食べてね。いいよ、最後までちゃんと食べてあげる。美味しくいただきます。いただきます。あ、しそに巻いて食べよう。絶対美味しい。いただきます。うん、うまっ。生姜、うわ、ホタテも入っとる。お待たせいたしました。うん。ごめんなさい。はい、どうぞ。見て、めっちゃ味噌。わかる？これ味噌だよ。私エビ味噌もカニ味噌も大好き。
どうやって食べるんだっけ。いただきます。このカニ、柔らかすぎて殻まで食べれます。あ、このね、甘辛みたいなところが美味しい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。次はお風呂に行きます。花火に夢中になっておりまして貸切風呂予約してたんですけど入ることができませんでした。なのでこれから大浴場に行ってこようと思います。はい、行ってきます。おやすみなさい。じゃん、朝ごはんこんな感じだよ。和食で美味しそう。いただきます。はい、そして熱海駅2日目はね、チップと一緒に食べ歩きに来ました。場所は熱海駅からねすぐ目の前のこの商店街とからへんです。熱海って坂が多いけんね、なんかその坂のところどころにお土産屋さんとかカフェだったり、あとスイーツ、いろんなスイーツがいっぱいあるんよね。ちょっと行ってみましょう。スタンチップ電動の前で立ち止まりおる好きだよね、美味しいよね、天ぷらってね。チップ無視ですかわ、すごい美味しそう、パン屋さんだわ。これ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 、めっちゃ食べたい。11時からだって。すごい、めっちゃ並んどる。あ、でも大丈夫か。じゃじゃーん、買えました。初めて並んで買ったかも。いくよ、ちぎるよ。うわーとはならんなびちゃ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 ーよるいただきます。罪悪感って幸せって意味だと思う。多分これやばくない？見える？チップもいる？
ぱ美味しいんじゃ。美味しい？もうあげんよ。じゃーん、栗の栗あんかの温泉まんじゅう。中身栗、おいしい。中身栗、栗あんじゃけ当たり前か。ありました。温泉まんじゅうの天ぷら。すごい。めっちゃ美味しそう。カリカリ。はいカリカリカリ。じゃあ普通のからいただきます。うん。うん、うまっ。すごい、ほんまに天ぷら塩かかっとる。あ、ピーターワンね。こっちの方が美味しい、普通のやつより。次はこのタレ付き。あれじゃ、中身は普通のあんこなんだけど黒蜜かかっとる、うまっ。めっちゃまんじゅうだらけじゃん。お、しょっぱいものってやっぱ食べたくなるよね。濡れおかきください、甘口のやつで。はい、お願いします。いただきます。最高。それでは今日も見てくれてありがとうございました。もうちょっと私は食べ歩きを楽しむので、よかったらまた見てください。バイバーイ。